suis parti voir le receleur pour la bague de mort. Allez, cassez-vous. Allez, casse-toi. Faut que j'aille le revoir encore. Il s'est pris un gros Excalibur dans la gueule. Donc, mal. Na, son œil est bien. Ou non, hi. Bon, on avait vu ça déjà. Ah. Si. Yakuza. Pas paramètre, c'est pas dans l'audio? Ah oui, là, merde. Mais sérieux? Je peux pas être partout, les gars, je peux pas être partout. Are? Kiryu no aneki janai desu ka? Shinji. C'est qui qui mange la bouffe comme ça, la putain de sa mère? Aniki mo soupu desu ka? Non mais putain. Shinji, ちょうどいいところで出会った。何も聞かずに金を貸して。Il avait déjà 10 ans. え？あ、はい、別に構いませんけど。兄貴が金に困ってるなんて、よくわかりますね。2013年l'année prochaine。そんなに高級な店行こうとしてるんですか？En fait, c'est des casse-couilles parce qu'ils sont trop concentrés entre Red Dead. Bah, en fait, ils sont concentrés trop sur Red Dead en fait. Et sortir de la merde online. Ah, pas du tout. Il n'y a plus de mise à jour sur Red Dead. Non, mais à l'époque. Ça fait depuis. Pourquoi on n'avait pas de GTA? Parce qu'ils se concentraient sur Red Dead. Oh, c'est une excuse parce que quand tu vois l'athlète de Red Dead, donc quoi. Où j'étais online qui était concentré dessus. Ouais. Sakki to nedan ga chigau janeka. Il nous sortait de la merde sur GTA. Je sais même pas qui a investi dans GTA Online. Warui kedo neage shitan da yo. Nanse ninki no shina da kara ne. Tarumu. Kore ga saigo no shina dattan da. Mais si, je sais pas. Dakara yoso. Je fais plus trop partie de cette communauté. お金さえあればね。そうだ。指輪が俺のもんだって確かめる方法がある。本物なら弓って掘ってあるはずだ。何を言ってもダメったらダメ。とにかく欲しかったらお金用意してきてよ。くそ。くしにし。あれ兄貴、早くないっすか？ショートだったんすか？シンジ、すまん。また金を貸してくれ。もう一回行かなきゃならなくなっちまった。兄貴、そんなにハマっちゃったんすか？頼む。詳しいことを話してる暇がない。
他のやつに取られちまうかもしれねえんだ。ああ、そうっすよね。わかりました。すまん。よし、俺も負けてらんねえ。今日はオールではしごするか。指輪か。さっきまであったのに。あ、あんた。おい、ここにあった指輪はどうしたんだ。そんなに慌てなくても大丈夫だよ。ちゃんと取り置いてあるからさ。え、本当か。いや、あんたがとっても真剣な表情してたからさ、気になっちゃって。それでちゃんと指輪を調べたら、あんたが言った通り名前が刻印されてるじゃないか。だから盗まれたものだっていうあんたの話信じますよ。そうか。とにかくそれを売ってくれ。ああ、お代は結構です。盗品と分かったのに売買したらこっちも罪になっちまいますから。それにこういう仕事してるといろんな人を見るけど、やっぱり物を大事にしてくれる人の手に渡ってほしいんですよ。ありがとう。大事にしてくれるさ、きっとな。いっす。あ、ça a pas tombé。おめでとう。みんなありがとう。ほら、ユミ。プレゼントだ。何何？開けてもいい？もちろん。うわー、すごい。え、いいの？これ、本当にもらっちゃって。当たり前だろ。ユミ。ピタメ。俺からもプレゼントがあるんだ。本当にありがとう。これなんだ。Je vais te montrer。おいおい、なんだよその達成指輪。安っちいデザインだな。ほら、そういうこと言わないの。ああ、私の名前が彫ってある。余計だったか。ううん、そんなことない。ありがとう。大事にするね。Mais je reconnais sa voix, elle. C'est elle qui fait Arigato! Vive la France! Le pire, c'est que c'est vrai. J'étais prêt.重いかな。え、どういうこと？ほら、やっぱりそういうのって好きな人からもらいたいっていうか。え、何？誰かそういう人がいるわけ？やだ、違うの。そういうわけじゃないんだけど。ごめんね、気持ちだけもらっておく。あら、
こりゃユミちゃんに振られちゃったかな。ごめんね。おい、俺らだってお客さんだぞ。ねえねえ、私の誕生日はどうしてくれるの？え？さあな。じゃあキリュウちゃんからはネックレス、錦山くんからは指輪とか。なんだよそれ、別にいいけどさ。おはよう、キリュウちゃん。疲れてたの？ずいぶん寝たわね。うん。錦はどうした？錦山君ならもうとっくに出かけたわよ。キリュウには負けてられないからなんて言って張り切ってたわ。そうか。今何時だ？もう4時ね。そろそろ風間さんのところに行かないとダメなんじゃないの？ああ、そうだな。そろそろ行くよ。お前はどうすんだ？うん、少し開店の準備したらお店閉めて外でお茶でも飲んでくるわ。そういえば、ユミは？一回家に帰ったわ。もう少ししたら買い出し済ませて私と交代でお店に来るけど。そうか。じゃあまた今夜軽く顔を出すよ。わかった、待ってるわね。キリュウさん、キリュウさん。なんだ、田村か。どうしたんだお前。いや、ちょっと桐生さんに紹介したいやつがいましてね。青木と言います。実はこいつ、俺がいつも情報を流してる雑誌の駆け出し記者なんですわ。雑誌？ええ、スパって言うんですけど、読んだことはあります？俺が拾った情報を高く買ってくれるんですよ。で、今この町で一番息がいいのはって聞かれたもんですから、旦那のこと。あんまり変なこと言いふらすなよ。はい、わかりました。今後ともよろしくお願いします。ああ、じゃあまたな。ちょっと待って。どっち？おう、来たか。失礼します。ああ、ご苦労さん。今月分のしのぎです。お納めください。おう。また無茶したんじゃないだろうな。いえ、カズマ、お前が無茶すりゃ下の連中は歯止めが効かなくなる。もともと暴れたいってやつらの集まりなんだからな。キリュウなら大丈夫ですよ。分別のある男です。それにな、親父だって昔は登場界一の殺し屋って。柏木。すみません。すまんが外してくれ。へ。しかし文字通りの子供だったお前に組を任せる日が来るとはな。おやっさんがいなければ今の俺はありません。感謝しています。おい、
そう固くなるな。はい。ひまわりには顔出してるのか。いえ、最近は錦も弓も行ってないみたいです。たまには行ってやれ。あそこの孤児院はお前たちのふるさとみたいなもんだ。ええ。おう、失礼します。桐生さんにお電話が。新次さんからです。俺だ。新次です。レイナさんから兄貴に伝えてくれって。今さっき堂島組長がユミさんさらっていったんです。ユミか。なんで組長に。詳しくは分かりません。でも錦のおじけもそれ聞いて組長のところに。錦が。で、場所は。劇場の横のビルの組長の事務所です。分かった、すぐに行く。おい、どうした。堂島組長が弓を強引に連れ去ったらしいんです。それで錦が一人で弓を助けに。まずいな。組長は気に入った女はどんな手使っても手に入れる人だ。そこに錦山が入っていったら何が起こってもおかしくね。俺行ってきます。よせ。え、ここでお前まで行ったら三人ともただじゃ済まねえぞ。ここは耐えるんだ。せめて俺が手を回すまでお前は待て。おやっさん、ユミと錦は兄弟なんです。俺のだから、今俺が行かねえと。カズマ。Et on verra après s'il en reste. Non, on pose sur la table là-bas en bois. Et oui. Merci.Merci. Allô? Allô? Il est déjà parti se coucher? Ouais.
vraiment zizi dur. してもらおうか。悪いな、今急いでるんだ。このままじゃ引き下がれないんでね。腕っぷしのいいやつを雇ったよ。生きて帰れると思うな。覚悟しやがれ。Mais putain. Chelou de but. Mais il y a l'autre trou de pile là. Oh, je les bute, je casse les couilles avec ces vibrouilles. Nishiki, Yumi, on se l'était nigué. Nani, tende, au mec, qu'on s'en Yumi, se l'était nigué. Au mec, il y a une autre, il m'a dit, d'où est-ce que tu es? C'est une chute, c'est une chute. C'est une chute. Au mec, il y a une autre,
誰がいてやるんだ。だからお前はここにいちゃいけねえんだ。でもお前は行け、錦、弓を頼む。キリュウは行け。Mais ta grand-mère aussi là. Ah, d'accord. Pas très sympa. Ah, franchement. Ah, ça va, c'est que des trous de balles. Je me suis séqué un peu des fois. On dirait plutôt l'autre qui mange, l'autre qui hurle, l'autre qui rage. Oh la merde. ふざけるな。俺がやった。金のことで組長と揉めて。いい加減にしろ。伊達君、もういい。よくはないですよ。やつはこれから組も通って男なんですよ。こんな殺しやるわけねえ。誰かをかばってるんです。これはヤクザの抗争だ。誰がやったかは問題じゃない。迅速な事件の解決、それが今求められる全てだ。くそ。刑事さん、俺の持ち物の中に指輪があります。そいつを若頭の風間に渡してくれませんか。申し訳ありませんでしたって伝えてください。虫が良すぎねえか。そりゃ分かってます。約束はしねえぞ。はい。囚人番号1240、面会だ。ハモンデイビッチョ。はい。自分の親殺したんだ。絶縁なんじゃねえのか。登場開始3代目セラ会長が破門にすると決めたそうです。どういうことだ。自分にも分かりません。ただ風間の親さんがこの破門状を兄貴に渡すようにと。堂島組はどうなるんだ。風間のおやさんが引き継ぐそうです。そうか。時間だ。Je suis désolé gars, mais moi je crois que je vais me coucher parce que je me sens vraiment pas du tout bien. Aniki! J'ai vraiment mal. Yumi さんが行方不明なんです。事件の次の日から Yumi さん、記憶をなくしてたんです。リスキのおじきや兄貴のことを。急に病院から姿を。失敗じゃない。すいません。風間の親さんには口止めされてたんですけど。おい、時間だ。誰か、ちゃんと探してるのか。おい、せいじゅうすくらしゅう。意識のおじきや、風間の親さんが。聞こえんのか。クレイ、おいしい。信じ、弓を頼むぞ。錦にもそう伝えてくれ。はい、わかりました。せ、オリブル、せ、プトンマルドビー。なんだその態度は。そこ何やってるか。なんだよ、話せこの野郎。うるさい、来い。やめろって。ったく物騒でいけねえな。おっと、こちらさんも物騒な面してるなあ。あんただろ、自分の親分殺したってヤクザ。黙って食ってろ。さすが貫禄だね、堂島の竜。
堂島組射程頭補佐桐生一馬。何やってんだよお前ら。La baston! L'Oculux. Vas-y, je vais éclater ta gueule. Ah, vas-y, vas-y, fourchette. Dojima Kumicho. Anoyo de Samishito, ça! Attends, ils sont plusieurs spawns. Ah ouais. Il est pas sorti ou quoi? C'est quoi ça? Rideau filaire. Ah ouais. Oh. J'ai pas envie de lire. Bah lis-le, c'est bien. Généralement c'est meilleur de le lire. Mais oui, j'ai envie de le lire. Parce qu'il y a beaucoup plus de scènes dedans. Mais oui, je sais, mais parce que je suis trop t'inquiète, t'en fais pas, frère. Tu sais, je dis ça, mais en vrai, j'ai déjà un peu lu, j'ai un peu regardé, quoi, tu vois. Trop bien. Mais en vrai, j'aime trop le regard en anime. C'était incroyable. Chaque semaine, t'étais là en train d'attendre. C'était waouh! C'était vraiment incroyable. C'est bien. Je dis que ta gueule! Aïe 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 aïe! Sœur! なんだと。はい。あ、mais c'est ça que je disais tout à l'heure. La voix de Kiryu, en fait, c'est la voix de merde. Jotaro, voilà. La voix de Jotaro, l'autre. Bizarrement, je baston encore. たく、これから組立ち上げさせて堂島組に貢献してもらおうって時に何勘違いしたか知らねえが組引っかき回しやがって。組の方は風間の頭がまとめてくれてるからなんとかなりそうだが、頭の頭でどうけじめつける気だ。なんといっても桐生は頭のお気に入りだったんだからな。頭のお気に入りといえば錦山はどうしてるんですか。さあ見てねえが奴がどうかしたか。いや、せめて捕まったのがあいつだったら話もこんなにこじれねえで済んだのにって思いまして。ちげえね、今からでも茶か持たせて出頭させるか。だから現行犯だっつってんだろうが、ボケ。その役にも立たねえな。あいつ何のために組にいるんだ。そんな嘘でしょ。嘘って言ってよ。いや、何大丈夫、俺が弓を助けに行くから心配するなって。それなのにどうしてこんなことになっちゃったの。おいしい。ねえ、イレトンブレセモレガ錦山くん助けてあげられなかったの。あ、イレロトレションキュー。何ができなかったの。まだな、よし、あれ、デマレガ。ボニュシ、どういう意味だ。俺が役立たずだって言いたいのか。いや、そんなつもり。お前
前までそんなこと言うのか。おっ、ブタのバフ。L'enculé la claque dans sa gueule. Ah ou. Aïe aïe aïe. 10 ans plus tard. Et là encore un toil. Ah putain, Kiryu il s'appelle Kazuma. Oh merde. Chūjin bango 1240. Tegami da. Eh? Kono 10 nen de hajimete da na. Omae mo asuta de kari shakuhō da.待ってる人間がいるってことか。おやさ。あ、ouais、c'est pas une petite famille、l'enculé。The family quoi. Oh, j'aime pas sa gueule à lui. Sauf.緊急幹部会で奴から緊急の議題があるそうだ。お前が？おい、てめえの裁量で幹部会とはどういう了見だ、錦山。あ、錦だよ、フェサ、ファミ。直系組長の皆さんがいるこの場で三代目に伺います。東都銀行の貸金庫にあった組の金100億盗まれたってのは本当ですか？100億言うたらお前会長初耳です。やかましい。おい、今のが下手な作り話やったら縁故やすまん話やで。三代目、その情報どうからだ？関西五代目海連合の寺田です。この件はしっかり裏取って話すつもりだった。ほんなら100億は？ああ。ふざけんな。登場会25,000、死に物狂いでかき集めた金や。100億言うたらどんだけの血流れてるか分かっとんのか、おら。島野、てめえ誰に向かって口聞いてんだ。この件は東上会本部預かりにさせてもらう。今日はご苦労だった。おい待てや。そんなんで納得いくか。会長、三代目。会長、10年、お前のいない10年で東上界はすっかり変わった。
お前を迎えに行くこともできん。錦山のこと、弓のこと、お前と会って話したいことが山ほどある。伝えなければならないことも。スターダストという店がある。その店のオーナーをしている和樹という男に会ってくれ。話は通しておく。風間慎太郎。ちょっと待て。ん？もうやっぱりキリュウちゃんやったんか。真島の兄さん、ご無沙汰してます。この度出所してまいりました。お前がそろそろ出てくるらしいと聞いてな、こうしてここで張っとってんや。What? やっぱり俺の勘に狂いはなかったわ。どうして俺を？なーにアホなこと抜かしとんねん。約束したやないか。お前を四六時中見張るってな。ああ、そういえばそんなこともありましたね。それやというのに、お前と来たら殺しなんぞで10年も無所に入るよって。しゃあないから、俺もお前を追って無所に入ったのかと思ったくらいや。まあええわ。ほな早速俺と喧嘩しようか。そう来るんじゃねえかと思ってましたが、悪いが兄さんとここで喧嘩をする理由がない。筋の通らない喧嘩はしないと前にも言ったはずです。理由ならある。何？昔のお前やったらさっきみたいに簡単に背後を取られることもなかったはずや。もし俺がその気やったらお前は死んでたで。ご忠告痛み入るが、それがあんたと喧嘩する理由とどうつながるんだ。今のカムロ町はそんくらい危険ちゅうことや。平和ボケしたアホがのんきにぶらつく場所やない。せやから今のお前にこのカムロ町に足を踏み入れる資格があるかどうか俺が試したる言うとんねん。俺がその平和ボケしたアホだと？もうそうや。ちゃうちゅんやったらガタガタ言うとらんで力で証明してみせろや。いいだろう。ならばその挑戦受けて立つ。
Si. Il l'a remis gratuit encore. これで分かったやろ。自分がこの10年でどんだけ鈍ってしもうたか。馬力もないテクニックもない、どこにでもおる勤め明けのしがないチンピラ、それが今のお前や。そないな弱さで生き残れるほど今のカムロ町はあまないで。くそ。せやけど変わっとらんもんが一つだけある。その目や。何？お前の目はまだ光を失うとらん。お前は必ず昔のように、いや昔以上にごっつい男になれる器や。兄さん、ええか、お前がこの街を歩く限り俺はいつでもどこでもお前を見張っとる。突然喧嘩売られて死にたなかったら、死ぬ気で昔のお前を、堂島の竜を取り戻してみるや。分かった、俺もこのままじゃ終われねえ。あんたを踏み台にして必ず這い上がってみせよう。ほな、期待しとるで、キリュウちゃん。おい、あんた、見かけねえ面だが何してんだ。お前に関係ないだろ。あるんだよ、それが。おっさんさ、どう見ても普通じゃねえよな。何探り入れに来たんだ。スターダストって店を探してんだ。スターダスト？ホストクラブか何かの名前か。さあねえ、まあ情報屋なら知ってんじゃねえのか。そうか、じゃあ用はない。じゃあな。ちょっと待てよ、おっさん、なんでそんな店探してんだよ。ますます怪しいね。ちょっと顔貸してもらうぜ。嫌だと言ったら。じゃあ仕方ねえな。
ちょっと痛い目にやってもらうぜ。知らない方が身のためだ。お前の方こそ何やってんだ。か？俺はこの辺の仕切りやってる親分さんから見張り頼まれてんだよ。今日は殺人事件もあったし、怪しい奴がいたら片っ端から声かけろって。そうなの。まあいい。ならお前、この辺の情報屋の一人や二人知ってんだろ。ええ、まあ今この辺で有名なやつは青木って記者だよ。劇場前の広場に今日もいた。バカだ。お前も下手な真似すんじゃねえぞ。はい。Oui, monsieur, c'est bien ça.さんですか、堂島組の。そうだ、覚えていてくれたか。実は久しぶりに町に帰ってきてな。お勤めご苦労様でした。10年長かったですね。お前、俺が無所に入ったの知ってたのか。そりゃ当時この町にいた奴らは全員知ってますよ。堂島の竜が親殺したってね。一時はその噂で持ちきりでしたよ。そうだったのか。ところで田村のやつはどこに行っちまったんだ。いや、田村さんなら5年前にお亡くなりになりましたよ。え？田村さん、10年前のあの日から桐生さんの事件を追い続けてるんです。で、
絶対に桐生さんは親を殺すような人じゃないって、記者でもないのに強引な聞き込みとか繰り返してました。まあ情報を扱う者にとっちゃ当然でかいネタだったんですが、ちょっと田村さんは普通じゃなかったですね。それで5年前突然田村さんが町から消えたんです。そして1週間後、海からコンクリート詰めにされた遺体が上がった。多分知りすぎたんでしょう。そんなことが。ええ、俺も田村さんにはこの町のネタを多くもらっていたし、数年間はよく一緒に行動してたんで恩があったんです。それで田村さんの代わりにこの町のネタを集めてやろうって思いましてね。今じゃこうして記者兼情報屋になってるってわけです。で、桐生さん、何か情報が欲しいんじゃないですか。スターダスト？ああ、天下一通りのホストクラブのことですよ。ホストクラブ？ええ、10年前じゃ天下一通りにホストクラブなんてなかったでしょうが、今じゃ裏通りから表通りに進出してきてるんですよ。中でもスターダストは一番人気があるホストクラブなんじゃないですかね。そうなのか。桐生さんが10年前に通ってたセレナのちょうど向かい側くらいに店はありますよ。行けばすぐに分かります。他に聞きたいことはありますか。セレナってまだあるのか。セレナですか。ありますよ。10年前と変わらない場所にね。でも今日は営業してませんね。ママのレーナはまだいるのか。ええ、ご健在ですよ。今じゃ馴染みの客が来る時だけ店開けてるみたいです。私も一度だけ田村さんに連れられて飲みに行かせてもらったんですが、いい店ですね。最近この街じゃ珍しくゆっくり酒が楽しめる店ですね。そういえばさっき仕入れの業者が出入りしてたんで、明日は営業するのかもしれません。時間があったら行ってみたらどうですか。他に聞きたいことはありますか。中道通りで何かあったのか。ああ、あの騒ぎですか。正確な情報は分かりませんが、東城会の幹部クラスが中道通りのビルの一室で殺されたらしいです。幹部？ええ、警察もあれだけ来るってことは相当な大物でしょうね。ぶっちゃけ10年前の事件を思い出しますよ。堂島さんが死んだ時もあんな感じでしたからね。誰が殺したんだ。いて、いや、まだそこまでは。さて、ティセキュア。あ、ジバクイ。もしよ。Non mais ça me dérange pas plus que ça. Donc c'est pas grave. Oui mais c'est pas toi qui nettoie, c'est moi. J'ai... Bah oui mais c'est ma chambre, c'est moi qui dois nettoyer ça, donc ça c'est pas grave. Vas-y Mof, je te laisse. Ah ou bonne nuit. Vas-y. でも話によりゃ内部抗争なんじゃないかって言われてますよ。まあ。桐生さんがいなくなってからの登場会はいろいろ揉めてましたからね。他に聞きたいことはありますか。セボン。そうか。ありがとう。助かったよ。ありがとう。いえ。ああ、今後も田村さんほどじゃないですが、ネタは提供しますんで、いつでも来てください。オッケー。Il y avait des voyous tout à l'heure derrière lui. Oh! Ouais, que c'est bruyant qu'auparavant. Pourquoi c'est des Kiryu? Il y a des mecs bourrés quoi. J'ai pas eu donné une pièce avec lui? Oh merde, je pensais que c'était un clochard, mais non. Vas-y, Serena. C'est vrai que ça a bien changé quand même. Hein. Oh, et non, commence pas, toi. Hein. Le frère, lui, ça fait 20 ans qu'il est là. Hein.
オーナーのカズキに用があるんだ。なんた、どこの組のやつだ。あ、島の組だろ。俺らは誰の世話にもならねえんだよ。何の話だ。俺はカズキを探してるだけだ。どの組の人間でもない。ざけんなよ俺。一目見りゃわかんだよ。どこどう見たって極道マンだろうが。てめえ何企んでやがる。だから、カズキさんに何しようってんだよ。おいおい、別に俺はお前らと喧嘩するために来たんじゃねえんだよ。なめんなよこれ。ヤツだって言え、何でも片付くと思ってんじゃねえぞ。この町でもな、ヤクザの言いなりにならないで自分の力だけで一生懸命生きてる奴らもいるんだよ。少なくとも、カズキさんはそうやってのし上がった。てめえらヤクザにカズキさんの邪魔をさせねえ。だから俺はヤクザじゃねえって。人の話聞かねえ奴だな。うるせえ。俺はこの店、命かけで守るんだ。ほう、かしこいよ。Lui, à mon avis, va taper fort, lui. Ouf, bah, c'est ce que je disais. Va falloir mettre des petits coups casse-couilles là. Oh, ouais, putain, mais il m'a défoncé, son foiré. Elle me défonce, cet enculé. Ok. En vrai, je sais pas si je vais réussir. Merde, pas la bonne touche. Waouh. Oh le bâtard, ce qu'ils m'ont enlevé. Ah, il avait presque plus de vie, ce bâtard. J'avais plus de vie en fait dès le départ. J'avais la moitié de ma vie dès le départ. Forcément. Là, c'est mieux. En vrai, lui, je sens que ça va être un casse-couille. C'est les couilles. Ah putain, il va être vraiment un pet de couilles lui, je le sens, il va être casse-couilles, putain. Casse-cou jusqu'au bout. Ouais. Une os de... Voilà. What the fuck? Attends, ils m'ont dit de mettre mes... Et j'ai combien? J'ai encore de la vie là. Technique.
Ah merde, il en faut 3, je peux. Ah ouais. Non mais je compte louper, je fais chier. Je gagne ce combat. Wesh. Je perds tous mes trucs. Et mais il casse les couilles, il l'a enchaîné là. Oh, petit pédale va. Et j'arrive pas. Pareil comme je veux, chier. Attends mais, je viens de voir mais, il m'a enlevé mes trucs. Oh mais casse-couille. Il m'a eu ce bâtard. Voilà, putain. Oh, j'ai du mal déjà. Alors, si c'est que le début du jeu, quoi. Yuya, nani yatten da omae? Suimasen, Kazuki-san, kono yakuza ga. どうじまのキリュウさんですか。失礼しました。風間さんから伺ってます。どうぞ中へ。 Oh le pet de couille quoi. C'est pas un videur pour rien quoi. Ah c'est donc là qu'on va pouvoir danser. Ah si j'ai l'étage. Là. すいませんでした。俺てっきり。いや、俺のミスだ。本当に
なんてお詫びすればよいか。気にしないでくれ。それよりお前、風間のおやっさんとはどんな関係なんだ。ええ、ゆうや、外してくれるか。はい。風間さんにはこの店開いた時から世話になってます。みかじめも取らず、商売のいろはもわからない俺にいろいろ教えてくれたんです。今この店があるのもあの人のおかげです。そんな風間さんが先日店にいらっしゃったんです。大事な人を迎えたいからこの店を使わせてほしいって。なんか組の方には秘密ということで。そうだったのか。それでおやさんは？先ほど連絡したんですが、例の会長の件で身動きが取れないと。会長の件、何があったのか。ええ、東条会三代目世良会長が殺されたんです。何？昨日の深夜のことです。犯人はまだわからないんですが、ニュースでもさっき。何が起きてるんだ。わかりません。ですが堂島組長が亡くなって10年、今じゃ同じ東条会の組同士が水面下で町の利権食い合いしてるんです。堂島組を引き継いだ直後の風間組は一時期大きな力を持ちました。他の組も手出しができないでいたんですが、数年前内部から裏切って風間組を割った人がいたんです。誰だ。それは。おら、オーナー出さんかい。Corps des fils de pute. すみません、キリュウさん。ようやくオーナーさんのお出ましですかい。島野さんのところの方ですね。まあね、うちらちょっと飲ませてもらおうと思っただけやねんけど、そこの兄ちゃんが帰れなんか言うもんやから。てめえら、みかじめ背びりに来たんだろ。いいよ、今日は飲みに来ただけやから。嘘だ。酒飲ませろって言うとるだけやろが。すみません、大事な客人が来てるんです。今日のところはこれで。まいったな、ほんまそんなつもりはなかったんやけどね。和樹さん、何やってんすか。俺はやっぱり納得できません。そんなクソみてえな連中に金払うなんて。ゆうや。クソやと。おいこらガキ、今わしらんことクソ言うたんか。言葉が足らなかったぜ、クソイカだ。なめんなクソガキ。ゆうや。なんやお前は。カズキ、ゆうやってやつの言う通りだ。こんな奴らに金を渡す必要はねえよ。はい。ふざけとんのかお前ら。おい、店ごとぶっつるぜ。あれ。Baston! Ah fuck! Mais j'ai plus de vie dès le début, ça casse les couilles! Putain! Tu peux pas rechanger ta vie dès le début du combat quoi! Oh merde! Ça casse les couilles à la fin! Comme ce micro qui veut pas rester en place quoi! Putain, merde! Aïe! Ça va être de merde! Yeah.
couteau, ce bâtard. De ta gueule là. Allez, oh. Oh putain. Ouais, il reste plus que lui. Allez, à 3 sur lui. Allez, à 3. À 3 sur lui. Hein? Fais quoi? Hein? Je sais pas comment je fais pour... Attends. J'ai toujours un problème de commande. Alors, attendez. Grab cancel. Garde. Ah, il en a après moi. Hein. Ah ouais, c'est vraiment après moi qu'il en a quoi, ce bâtard. Hein. Allez-y, allez-y, allez-y. Fils de... Ouais, le truc là. Putain, mais il en a après à moi, hein, cet enfoiré là. を殺して無視を言ったこりゃ島野の親父に最高の土産ができたわキリさんえぇ田中のおじけシンジ何やってんだこんなところで島の組の縄張りじゃねえだろ次はねえぞ本当にお久しぶりですああ出世したようだな新次出世っていうか桐生さんさっきの続きなんですが風間組を裏切って内部を割った人ああ錦山さんなんです認識だと関西の5代目近江連合の本部長寺田をバックに錦山さんはずっと独立の算段してたんです近江連合兄貴俺は今錦山組の射程頭なんです
どういうことなんだ。兄貴、錦のおじきはもう昔のあの人じゃなくなっちまったんです。だから風間のおやっさんは心配して組の様子を見張るために俺を錦山組に送ったんです。シンジ、おやっさんは俺に話があると言っていた。すぐにでも会えないか。明日は本部で三代目の葬儀が。おやっさんもその場を離れることはできません。それに100億の件もあって。何の話だ。東城会の金庫から100億抜かれていたそうなんです。緊急幹部会でその話が出た直後に三代目が殺されました。おやっさん、明日は葬儀場にいるんだな。ええ。まさか行く気ですか。でもまた島の組の連中に見つかったら。和樹、言うだけ無駄なんだ。こういう時のこの人は。Ouais, je suis mal au point. Hein. 10 ans ぶりのシャバだったのに、早速こんなさ。バカ言え。俺は無所でもずっとおとなしくしてたんだ。喧嘩なんて本当に久々。本当ですか？兄貴から手出さなくても喧嘩売られたりして。最初のうちはな。だが挑発に乗らずに無視しているうちにおかげで模範囚になり10年で仮出所だ。あの喧嘩っ早かった兄貴が10年間喧嘩ゼロとは。まあそんなところも兄貴らしいで全然おかわりなくて安心しましたよ。変わってないか。あれ、どうかし、実はここに来る前ある男から俺がこの10年自分でも技の衰えを。そうですか。でも兄貴のことです。すぐに昔の感覚を思い出して10年前みたいに。だといいんだがな。それで葬儀会場の件ですが、正直何が起こるかわからないで。もう準備はできましたか。わかりました。じゃあ少し。本当ですか、柏木さん。何驚いてんだ。お前のここ最近の働きからしたら別におかしな話じゃないだろ。でもまさか俺が自分の組を持てるなんて。とはいえ、いきなり組持てって言っても手駒がいねえだろう。うちから腕利きのやつを何人か出すから、そいつらうまく使ってしのぎについて勉強しろ。柏木さん、ありがとうございます。礼なら風間の親父に言え。これはもともと親父が言い出したことなんだからな。おやっさんが。親父もそれだけお前には期待してるってことだ。それに桐生のこともある。え、桐生がどうかしたんですか。あんなことになっちまったとはいえ、いつか桐生がシャバに出てくる日が来る。体裁上破門ということになっちゃいるが、絶縁じゃねえ。復帰の目もあるだろう。だが親殺しのあいつを風間組で引き取るわけにはいかん。だからお前が桐生の受け皿になってやれ。俺が桐生の。そうだ。戻ってきたあいつの面倒を見れるのはお前しかいない。お前が錦山組をでかくしてあいつを迎えてやれ。はい、俺桐生のためにも頑張ります。
親父、すみません。それで、そいつはほんまにあいつやったんか。へえ、間違いありまへん。そうか、キリュウ、帰ってきよったか。なあ、キリュウは相変わらずごっついやつやったんか。ええ、それはもう。そうかそうか、ご苦労やったの。ちょっと手出してみや。ご機嫌やさかいな。指二本で許したるわ。いいですか、兄貴。これが東城会本部の見取り図です。この本部施設の中に風間のおやつさんが。建物の裏口は比較的手薄です。下手に塀を越えたりすればかえって怪しまれますから、正面から弔問客に紛れ込んでいきましょう。正門から入ったら突き当たりまでまっすぐ。そこを右に入った先が裏口です。俺はそこで兄貴を待ちます。ここから先は、紋章がなければ立ち入り禁止だ。すみません。会場へは受付を済ませてからご入場。そうは。
Hey, Kiryu, vous êtes con. Par là. Bah du coup, ouais, c'est par là. Réception, mais c'est lui la réception. Ah oui. 本日はお忙しいとこちらにお名前をご記。名前を書くのか。これでいいか。はい。ありがとう。キリュウ。てめえ。もしかして堂島の親父殺して無所行ってた桐生か。いや、別人だ。だよな。親殺しの桐生がこんなところに来たら殺されるのがオチだからな。あいつもそんなにバカじゃねえか。間もなく告別式が始まるので。Bah ouais, ça marche tous les coups. Alors. Ah, attendez, c'est Tiny Shimatshoka. Ah, y'a. Songi no baito de coco ni kiterun desga. Mosho doka. Arenga naito, uraguchi ni hairena in desio. Tashka, soto no uketske no tchikak de otoshita mitainan. Ma gueule. Près de la réception dehors. Pas dans les poubelles au cas où. Mais il est quelle couleur le brassard? Je peux monter. Oi. Oi. Ah. 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 Y'a. Songi no. Are ga nai to. 確か外の受付の近くで落としたの。ああ、そうそう。Est-ce que je vois un brassard ? Ah oui, il est là. Enfin. Oh. Ah, それ私がなくした紋章。見つけてくれたんです。ありがとうございます。Il casse les couilles, lui. Ah, et l'autre, il est toujours là, quoi. Putain, enfoiré du mec. しかしマネージャー
そういう問題じゃないんだよ。あれほどあの模章は大事だと言っただろう、君。しかも似たようなミスを今まで何度もしているじゃないか。あ？そうですか。わかりましたよ。こんな仕事こっちからやめてやりますよ。あ、おい。ったく、最近の。Il s'est barré dehors. Putain, il est parti où encore celui-là là ? Ça, ça qui mocho. Nani yara. Josh to mom. Haha, 見てたんですか。実は減給とか処分されそうだったんで、こっちからやめちゃいました。そうか。もともとこの仕事私に向いてませんでしたし、あのマネージャームカつくやつだし、ちょうどよかったですよ。せっかく探してもらった模章ですけど、さっきゴミ箱に捨てちゃいました。もうは。じゃあ私はこれで帰ります。葬儀関係者が。そろそろそ。コミヨガン。ちょっと顔を貸してもらおうかい。関西の五代目近江連合の本部長寺田をバックに、錦山さんはずっと独立の算段してたんです。近江連合。正面から堂々とあの道島の桐生は。なぜ近江連合が俺を頼まれたんや。あんたの元兄弟に錦山の組長さんから写真の男を捕まえろってな。錦か。なんや、堂島の竜言うてもこの程度かい。あ、プトン。あのコナla merde en fait hein, je suis désolé mais...
シンジ。実は今ここに来る前に襲われた。え？近江連合の奴にだ。どうも錦が指示してるらしい。まさか。だって錦のおじきは俺にはそんなこと一言も。お前も用心しろ。わかったな。はい。とにかく風間のおやすさんのところへ。おやすさんはこちらです。おっと、すいません。行きましょう。葬式って言ってもみんな心の中じゃ何考えてるか。何せ東条会の三代目が死んだんです。後目が誰になるのか、殺したのは誰か、どいつもこいつも腹の探り合いですよ。それに世良会長は若くして三代目を継いだんで妬まれることも多かったみたいです。参列者の中には清々した顔のやつもいますよ。兄貴、こっちです。そういえば最近は葬式あげるのも一苦労だって上の人間が愚痴ってました。兄貴が勤めに行ってる10年間で法律が厳しくなったんですよ。おかげで仇との付き合いも難しくなって、今時組葬なんてどこのさ。この部屋でしばらくお待ちください。今。La famille Shimano 37. Ah ouais. おやすさん、10年だ。俺はお前に何もしてやれなかった。全部俺がやったことです。おやすさんは何も変わらねえな。お前だけは。おやすさん、何があったんすか。東条会は。それに
錦は会ったのか。いえ、あいつはあの10年前の事件からすっかり変わっちまったんだ。妹にお前、弓を亡くしたあいつはこの世界でのし上がるために手段を選ばなかった。俺はあいつが鬼になるのを止めてやれなかったんだ。おやさん、もう一つお前に伝えなきゃならんことがある。弓のことだ。ええ、行方不明って。それなんだが、弓はおやさん、錦、風間のおじき、てめえ、お前、桐生？あ、なんやお前、堂島の兄の次は風間か。何考えとんじゃ。島の、おお、お前ら絶対に生きて返すんやないで。あらら、カズマ、逃げろ、カズマ、ユミを、100億を頼む。行け。Sacré votre tour, hein. Du jeune pas bois sauvage qui essaie de me. Avec ton vieux couteau! Allez, viens là! Tiens! Tiens! Allez, viens! Allez.
Prends, restez à ta place. Reste à ta place. Place, hein. Toi aussi. Et... Allez, debout. Debout, 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 debout. Encore des jeunes babouins. Oh putain, il y a des sabres. Oh. Là, ça pue en moins, là. Hein. Baston, Ensei. Allez, venez, je vous aurai à l'usure. Eya. Ok. C'est quoi? Je vous aurai à l'usure. Quand même assez fort. Hein. Il a peut-être perdu. Qu'est-ce que tu fais toi? Je veux te shooter. Tu veux jouer à ça toi? Vas-y, viens, gars. Quoi? Ton con! Hein? Allez, viens là! Tiens! Hein? Alors? Tu fais quoi toi? Tu fais quoi toi? Tout est ta tête là. Ta tête là. Hein? Tu fais quoi? Hein? Sous réseau là. Hein? Alors, franchement, je trouve que le brawler est vraiment pas mal. Là, comme le brawler là. Il est où? Mais il est où? Ah ok, faut aller là-bas. C'est qui ça? Ah ouais, d'accord. Ok, ok. Oh!
Allez, on ouvre la porte. Pick-up. Ah, par là. Oh, je n'ai rien à foutre, je passe par l'entrée, quoi. Vas-y, lance-moi tes merdes, toi, hein. Oh là. Qu'est-ce qu'ils ont essayé de faire? Alors? Hein? Je lui ai décollé la tête, quoi. Encore? Qu'on ose me dire que ce mec a perdu de la force. Attends, je remonte par où je suis rentré. Ça me tue ? Qu'est-ce que tu fais, toi ? Allez, hop ! Ta bouche! Qu'est-ce que tu fais? Hop! Oh. Pas de pitié pour les rageux. Oh ouais, putain, j'ai ouvert la porte. Quoi. Stamina X. Allez hop! Tu t'en prends en scène là? Qu'est-ce que tu fais, toi? Allez, viens, Mojima, je t'attends. Alors, comme ça, ce qui paraît, je suis devenu mollasson. Hein ? Mojima, je suis devenu mollasson, à ce qui paraît. Hein ? Mollasson ?
Ça, je prends vite fait, ça va m'aider. Allez. Majima, qu'est-ce que tu fais, Majima? Hein? Attends, il y a vraiment des trucs partout là, au cas où le... Bah j'ai réussi à battre Majima et du coup là j'ai... Je commence à reprendre de la poêle de la bête. Ok. Ah ah oh ouais, le petit coup de couteau là entre... Salopard. Ah like a dragon. T'as un bat de baseball hein. Salopard hein. En vrai, c'est des chaînes. Oh là là. Alors, je veux pas être mauvaise langue. Mais à mon avis, je vais me faire défoncer. Alors déjà. Bon, on tape les dégâts. Que c'est. Ouf. D'accord, je peux pas esquiver. Faut que je sois réactif. Putain. Aïe 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 aïe. Ok. Non, pas celui-là, celui-là. Ah putain, mais j'arrive pas à éviter tous ces coups. Ah, petit bâtard là. Et il a plusieurs vies en plus, je crois. Putain, mais qui... Oh.
Et là, je vais attaquer dans la vie. Ah, il se régène ce bâtard. Putain, mais j'en ai marre, c'est quoi la con là? Pourtant j'essaie d'esquiver hein. Oh putain, non mais... Relève-toi. Ok, attends, parce que... Ah mais merde! Ah je comprends même pourquoi il y avait des trucs. Parce que j'avoue que là pour le boss ça peut... Je suis en normal. Mais putain mais je passe mon temps en KO quoi. Mais arrête de me choper. Putain, t'as un problème à choper les gens toi. Oh mais merde quoi. Faut que j'arrive. Mais putain, mais merde, fais chier. Oh écoute, il est sur la forme finale de merde là, il est casse-couille hein. Allez là, arrête de casser les couilles, putain. Oh bordel de merde! Oh putain, mais t'es casse-couille! Oh non! Yeah. Là, j'ai oublié de prendre. Le temps que tu te relèves, tu perds du temps pour le taper. Putain, tu casses les couilles. Oh là 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 là, mais je passe ma vie à terre quoi. Et puis j'arrive pas à le contrer, ça me casse les couilles. Mais putain, qui est ? Oh putain. Mais non, mais bordel quoi, parle un peu quoi, t'es casse-couille. Non, 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 mais non, mais Jean, j'ai... Pars, pars, s'il te plaît, je suis... Non, il n'y a plus de vie. Non, mais non, mais non, mais pas si près du but. Mais putain. Mais non. Il va me foutre. Et putain de merde. Et jeu de merde. Putain, quoi. Frère, à deux doigts, là. Il me pète les couilles. Fils de pute, quoi! Fils de... Nain de merde, là! Gros tas de merde, là! Me casser les couilles jusqu'au bout, là! Oui, c'est bien!
Attends, j'ai mes trucs, oui. Connard là, allez. Je passe mon ton à terre à chaque fois là, ça me pète les couilles. J'arrive pas à parer là, ça me... Allez là, mais lâche-moi, putain de merde là. J'arrive pas à parer, j'arrive pas à esquiver, j'arrive à rien faire. Oh mais putain, mais t'abuses là, allez, lève-toi quoi. Mais putain, mais je viens de... Il casse-couille. Putain, j'ai l'impression de jouer avec un mec sur Smash, là. Fils de pute, quoi. Je joue avec un fils de pute sur Smash, là. Putain, il arrête pas d'esquiver, en plus. Ce gros tas de... Fils de pute, là. Oh, putain. Ça. Putain, mais ouais, mais j'arrive pas. En fait, j'ai pas le temps de parer, en fait. Je me lève, je tombe, je me lève, je tombe, je me lève, je tombe, j'arrive pas. J'arrive à rien faire. Voilà, je retombe et voilà, il va me refoutre un coup de pied, ce fils de pute. Faut que j'aille prendre l'autre truc. Non, tu m'auras pas. Tu es grand mort. Ok, là, faut que je reprenne. C'est quoi ça? Pas mal de vie. Mais je passe ma vie au sol. Putain, mais wesh, Kiryu quoi. Oh, surtout c'est là. Là c'est des attaques puissantes là qui font mal au cul. Bâtard. Matsue, teme, mou un kai itte miro.
こんな定例会意味ないって言ったんですよ。なんだと？お前と話すくらいならバスへのキャバクラでブサイクな女とダベってる方がよっぽど有意義なんだよ。てめえもう一遍言ってみろ。組長さんよ、ここらで一つはっきりさせときたいんだがな、俺らは風間の親父に言われたから仕方なくてめえについてるだけなんだよ。何？風間の親父から俺のしのぎがどんだけ太い稼ぎか聞かされてねえわけじゃねえだろ。そいつが俺の格ってやつだ。ならそれなりに扱われねえとな。あの桐生ならまだしも、おめえみてえな幹部に尻尾振るしか脳のねえ青二歳に指図されるなんてまっぴらごめんだ。こっちは勝手にやらせてもらうぜ。てめえまだ話は終わってねえぞ。黙って見てな。しのぎのお手本ってやつ見せてやるからよ。ouais, c'est une honte pour un. On va perdre la mafia. ここまで。観念しろ。ぶっ殺しやる。終わりだ。おい、なんじゃ。誰だこれ。何者だ。メシルポリシャン。パモ。広域指定暴力団東条会三代目会長世良勝氏の葬儀会場から届いた映像です。詳しい情報はまだ入っていませんが、一人の男性が突然暴れ出したとのことで現場は大混乱になりました。男性の身元はまだ分かっていません。続報が入り次第お伝えします。出所二日にしちゃ派手にやってんな。あんた寂しいこと言うじゃねえか、キリュウ。伊達さん、風間が？ああ、無事かどうかも今は。だが風間の言ってたその100億という意味、やつは何をお前に伝えようとしていた？わからない。そうか。伊達さん、なんで俺を助けるような真似？四か？あんた丸棒に？10年前の堂島殺し、俺は上の意向を無視して突っ走って、結果一家下ろされて今はつまらねえヤクザの相手してる。お前と同じ、今じゃ組織の鼻つまみだ。女房と娘も愛想尽かして出て行っちまった。お前に関わったおかげで人生が狂ったんだ。キリュウ、俺は今三代目の世良の殺しを追ってる。手貸せ。あんたには助けてもらった借りがある。だが今の俺には東条会の100億が消え、三代目会長が殺された。そしてさっきの騒ぎの中心はお前。事件は動き出したんだ。桐生一馬の出所を待っていたようにな。持ってろ。
今じゃガキでも持ってるんだぜ。俺は百億を探ってみる。お前はそのユミって女か。その二つの山は必ずどこかでつながってる。お互いに協力した方がいいんじゃねえか。そうだな、分かった。お前何か手がかりはあんのか。いや、とりあえず昔の馴染みに会ってみる。セレナって店だ。そうか。マスター話は済んだ。もう店開けて構わないぜ。はい。お前が無所に入ってる間にカムロチ。あ、ジビアン。部長も様変わりしただろう。ええ。C'était une Shiba pour l'instant. Enfin... Ouais, Shiba. Ouais, Shiba. Oh. C'était rapide. Ah oui, c'est là.久しぶりだな、レイナ。キリュウちゃん。そうだったの、風間さんが。でも、キリュウちゃん突然来るんだもん。驚いちゃった。悪いことをしたな。今に始まったことじゃないけどね。レイナ、おやっさんは俺に言った。ユミを頼むってな。あいつのことを何か知らないか。
あの時病院から失踪したって聞いてからは何も。でもね、キリちゃん、5年前ここに水木って女の人が訪ねてきたの。彼女、沢村由美の妹ですって言ったわ。由美に妹が？うん。でも妹がいたことは由美ちゃんも知らなかったはずよ。由美ちゃんだけ生まれてすぐ生き別れになったんですって。そうだったのか。で、今その水木は？それが詳しくはわからないの。水木ちゃんちょくちょくここに顔出してくれてね。そのうち由美ちゃんがいたこの店で働きたいって。4年くらいいたんだけど、去年急に自分のお店を持つことになったの。お店の名前はアレス。場所は？オープンしたら知らせてくれるってことになってたんだけど、まだ連絡ないのよ。こっちから聞こうにも連絡先変わっちゃってるみたいで。そうか。彼女、ユミちゃんによく似てた。会えばすぐにわかると思う。ここに入れ墨入れてたわ、花模様の。ユミの妹らしくない。そうね。邪魔したな。またいつでも来てね。私にできることなら何でも協力するから。ああ。錦山君のこと聞かないんだ。それとももう誰かから？ああ。そう。自分の目で確かめるさ。人が何て言おうがな。ねえ、キリュウちゃん、ミレニアムタワーって知ってる？5年前建てられた。そのタワーの裏に小さなバーがあるの。マスターは飲食店の元締めみたいな人よ。新しい店ができたらマスターに必ず連絡が行くわ。アレスの場所もきっとね。そのバーの名前は？バッカス。Ah ouais, d'accord. Je suis qu'au début, quoi. Chapitre 4. Ah. Ah oui, le gosse. Ah ou...
何があった？私が来たらみんなみんなもう。何しにここに？お母さん探して、私いろんなとこで聞いて。お前名前は？とにかくここを出るぞ。さっきのお店のこと誰かに教えた方がいいんじゃない？あれだけのことがあったんだ、とっくに誰かが。今日大変な一日だな。すこぶる機嫌が悪いんだ。運が悪かったんだよ、お前らは。そう？あらら、シールサベ運が悪いのはおっさんの方だよ。あいや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 、je fais quoi avec les pagas pagas chiens, moi. Ouf. Je vais te faire comprendre c'est quoi de... Putain, barre de merde. Putain. Putain, d'abord. Ouf, je vais démontrer le crâne. Allez hop, tombe par terre toi. Moi je m'occupe des autres. Vous n'allez pas m'énerver. Qui donne? Qui donne? Hein? Alors quoi? Hein? Toi aussi? Et alors toi là? Voilà, l'enculé. そろそろ行くぞ。でもこの子お腹空かせてるみたいなの。こんなに痩せちゃってるし。お前母親はどこにいるんだ？え？探してるんだろ。わからない、今日ずっと探してたんだけど。家は？お前家がないのか？孤児院、黙って出てきた。お前孤児院にいたのか。じゃあお前。お前じゃない。ん？私は遥か、お前じゃない。おじさんは？ああ、桐生、桐生一馬だ。ねえお願い、
この子に何か食べさせてあげて。このままじゃ死んじゃうかも。かわいそうかもしれないけど、今助けてやってもまたこんな目に遭うかもしれない。仕方ねえことだ。そんな、でもほっとけないよ、おじさん。C'est quoi ça là ? Oji-san, 何か食べ物。Est-ce que je peux prendre à manger là-dedans? En même temps, bah, je suis un peu normal. Ah, ok, attends. Je vois, il y a un truc là. C'est quoi ça ici? Bip DVD. Ah. Alors je vais pas me faire bannir de. Je connais la musique, putain. Là. Mais ça c'est... putain... Quelque chose à manger... Pardon monsieur... Ouais, les sushis ça? C'est quoi ça ici? ありがとうございました。OK。Je suis parti bouffer au KLM, non ? Vincent ? C'est quoi ça, Vincent ? Ah, ça donne des points d'expérience. Ah, je suis sous l'effet de l'alcool. Ton chien là, mais c'est ses couilles en fait. Parce que c'est où que j'achète à bouffer en fait. いらっしゃいませ。
Non mais ici c'est des putains. Acheter pour moi. Il a ça, emporter, voilà. Il y a un petit Michel, ça fait longtemps. Arigato. Merci. C'est le mec qui l'a acheté le. Pas sûr que c'est par là. Putain. Ah, donc c'est dans cette rue. Steam DVD. Ah, mais donc c'est par là. Il est là. Mais je sais pas. Merde. Mais je comprends pas que si faut que je fasse en fait. Il pourrait mourir. Le chien. I don't have anything to run over. ありがとうございます。En fait,
D'accord. いらっしゃいませ。あ、OK、ça c'est les... Ah ok, super. Il a chien, c'est. Qui vous là? C'est vous. なくなったな。ふーん。もしかしたら喉も渇いてるのかもな。どうしよう。いらっしゃいませ。ボズブラック。ありがとう。Oui, il y a vraiment des pubs pour des vraies boissons, quoi. C'est chaud.Que j'ai la moitié des boissons, je connais au Japon. Parce que je les bois moi-même, tu vois. Je les trouve dans un magasin japonais, quoi. Miso, motte kita. Arigato. Kono mama ja nomenai ka.Une assiette. Non mais putain quoi. Oh non mais si tu me dis par contre qu'il faut que j'y retourne pour aller chercher d'assiette. Putain quoi. On aura tout vu. Au moins que c'est pas loin. Mais qu'il y aura plein qui me boire. Il a chien, c'est. Une assiette. Mais j'ai pas d'assiette là-dedans.
Ouais, pour le putain. Où est-ce que j'ai trouvé une assiette, putain de merde? Les couilles, ces chiens de merde. J'aime bien les chiens, mais là, ils me cassent les couilles. Je m'en fous. Je veux une assiette. Un truc, bim. Je suis où là? Après, j'ai tout droit. C'est le même putain de vendeur. Il vend tout lui. Putain d'assiette de merde. Tu es de chien de merde. Oh si, oui, et puis il me dit, mais c'est pas une assiette en carton qui vole, elle va passer. どうですか？個人にいるって言ってたな。本当に母親はこの町にいるのか。多分手紙にはそう書いてあったから。でもまだお母さんに一度も会ったことない。どうするんだこれから。他にこの辺に頼れる人は。私にはお母さんと由美お姉ちゃんだけ。あ、ピタン。だから由美。うん、お母さんのお姉ちゃん、いつも手紙持ってきてくれた。おい、どうした？疲れた。伊達だ、そっちの調子はどうだ？セレナに逃げたのか。それが
ちょっと困ったことになってな。バッカスに行ったんだが、情報は得られなかった。全部消されちまってた。というわけだ。何？ああ、そうなんだ。そうか。キリュウ、とりあえずその女の子はセレナに連れて、後で警察が保護する。そうだな。Non mais ils sont sérieux là ? Péter les couilles. Voilà.Oh, mais c'est pas vrai! Tout le monde s'est réuni pour me péter les couilles! C'est qui le patron? Encore?Faut arriver au Serena. Lena, この子。伊達さんっていう刑事さんから電話で聞いたわ。熱があるみたいね。奥の部屋に行っててくれる？今薬持ってくるから。ああ、頼む。さてと。薬も飲ませたし、あとは寝ていれば大丈夫よ。きっと一時的なショックと疲労が原因ね。ああ、様子を見よう。そう、ショックだったろうね。そんな怖い思いして。ああ、何か食うもんでも作ってやってくれないか。うん。おじさん。あら。ここは？私のお店。よろしくね、はるかちゃん。俺の友達で、レーナだ。ねえ、あの子犬は？え？あの子大丈夫かな？元気になったかな？ああ、大丈夫だ。本当に？それ、この子のこと？あ、よかった。もう会えないかと思った。ついてきてたのか。この子も嬉しそう。はるか、さっき弓お姉ちゃんって言ってたな。うん。個人に手紙を届けに来てくれたって。
ごく優しいんだよ、ユミお姉ちゃん。毎月ひまわりに来てくれて、お母さんからの手紙とかお土産とか。え？ん？お前、ひまわりにいたんか。うん。そして、母親の姉はユミ。どうかしたの？お前のお母さん、名前はなんて言うんだ？水木。え？知ってるの？お母さんのこと。ねえ、お母さんどこ？どこなの？いや、俺も探してるところだ。ユミのことも。ハルカ、ユミの居場所は？うん。そうか。ねえ、おじさん、私と一緒に。さっきのところで、お前の母親の店を聞こうとしてたんだ。今は手がかりが何もない。私、知ってるよ。アレスでしょ。本当に？ハルカちゃん。うん。だから一緒に。私だけじゃどうしてもお母さんに会えないから。ねえ、おじさん、いいでしょ？他にどうしようもねえな。Le clip, c'est quoi? Oji-san, すぐにアレスに行く？ああ。じゃあ行こう。ミレニアムタワーに行ったことあるの？いや、俺もつい最近知ったんだ。まさかあの場所にあんなでかいビルが建ってるとはな。あの場所？昔いろいろあった。ちょっとちょっと、あなたたちどういうご関係？え、どういで、何？あなた、この子のお父さんか、なんか？ああ、本当に。じゃあ、身分証明できるもんある？いや。身分証明書もないの？ダメだよ、おじさん。私、ひまわりに連れ戻されちゃう。ま、その辺もしょっ…ん？何やってんの？なんで逃げようとするんだね？はい、そこまで。ああ、おまわりさん。なんだい？これ以上お父さんのこといじめないで。は？お父さん見た目の割に気が小さいの。だからさっきから動転しちゃってて、父に代わってお詫びします。だからもういじめないでください。ああ、じゃあ本当にお父…はい。お父さん、あんたいい娘さん持ったね。いいですか？ああ、いいよ。メムデアク、手紙を届けに来てくれたんだろう。うん、お母さんからの手紙、毎月ひまわりに。En fait, c'est moi qui boule du boule, en fait. ユミに変わった様子はなかったか？変わった様子？あ、そうだ。何があった？ユミ。ここだよ、おじさん。この中に店を構えるなんて簡単にできることじゃない。きっとお母さん頑張ったんだよ。そうだな。私怖
こんなに高い建物登ったことないよ。上からはどんな景色が見えるのかな。カムロ町どころか東京中が一望できるだろうな。すごいな、お母さん。そういや、さっき警官に呼び止められた時、よくとっさにあんな嘘を思いついたな。私とおじさんが親子だってこと？知らない人から見たら別におかしくないでしょ。大した名演技だったぜ。将来は女優になれるかもしれないな。さすがにそれは無理だよ。しかし俺もいつの間にかそんな年になっちまってたのか。子分ならまだしも小学生の子供か。想像もつかねえな。子分の方が想像つかないよ。おじさんはお母さんに会ったら弓お姉ちゃんのことを聞きたいんだよね。ああ、だが瑞希自身のこともいろいろ聞くつもりだ。弓に妹がいたなんて全然知らなかったからな。弓お姉ちゃんはなんでおじさんに内緒にしてたんだろう。さあな、誰だって内緒にしたいことの一つや二つあるもんだ。おじさんにもあるの？内緒のこと。あるさ。だから隠していたことで弓を責める気はない。ほう、大人なんだね。いいの？ちょっといい？何してるんだ？おじさん、60回押して。あ？ああ。 What the fuck? 驚いたな。暗証番号か。お母さんがね、手紙で教えてくれたの。お店の自慢の一つだって。広いね。フロア丸ごと全部だなんて大した店だ。バブルの頃でも見たことねえよ。バブル？そのなんだ、景気が良くて日本中みんな金持ちだった。孤児院に。わかんないよ、そんなの。お前がひまわりにいたのも母親は知ってるんだろう。なら、どうしても迎えに来ることができないって手紙で何回もわけ聞いたんだけど、それしか。ユミもそう言っていたのか。うん。ただ最後にお姉ちゃんが来た時、お母さんからってこれをくれたの。でもその時思った。私本当にもうお母さんと会えなくなるかもしれないって。あれ、バストン。あんた桐生さんでっか。元堂島組の。お初にお目にかかります。わし五代目近江連合本部の林万年。噂はよう聞いてます。近江連合ってことは錦山に頼まれたのか。俺を狙ってるんだろう。いや、電話鳴ってます。どうぞ金銭と取っておくんなれや。
キリュウだ。伊達だ、キリュウ。100億の星が分かったぞ。ユミだ、お前が追ってるユミが星だ。なんだって。現場に指輪が落ちてたらしい。指輪？ああ、10年前お前から預かったあの指輪だ。とにかく東条会は彼女とその共犯の女を追ってるそうだ。共犯？そうだ。明日セレナで話したい。大丈夫か？ああ。そうか。お前らも弓と水木を。いや、わしらが追っとんのはそこのお嬢さんですわ。え？なんでこいつを？それは言えまへんな。わしも御連合のもんですさかい。キリュウさん、おとなしゅうその子渡したってな。渡すと思うか。ほなぶっちゃけ言いますわ。我ほどの男をこんなところで殺しとうないっすわ。あんた、ずいぶん気が早えな。はあ？俺はこんなところで殺されるほどやわじゃねえよ。さすがキルさんでんな。ほなしゃあないな。おい、やれや、ぶち殺したれや。T'es une grosse bouche, lui, hein. Ouais, deux sens du terme. Ouf. Ok, attends, on va faire un petit truc. Ah merde, j'ai pas eu que... Cette connerie, hein. Wesh, calmez-vous. Ok.
Il est rapide, ce Pac-Man. Et pour lui, il fallait vraiment la force brute. Parce que. Ouais, bah ouais. Putain. Shinzo移植。ええ。延命のための手術はもう限界です。 妹 さんを 助けるにはもうそれしか。いくらかかるんです。いや、いくらかかってもいい。それで優子が助かるなら、やってくれ、日吉先生。お金の件は分かりました。ただそのためには適合するドナーが現れるのを待たなければなりません。それに運よく見つかったとしても順番待ちがあります。移植を受けられるまで。 一体何年待つことになるか。何年もって、それじゃ妹には間に合わねえ。何か手はねえのか、日吉先生。本当に手はねえのかよ。何とかしてくれよ。何でもするからさ。本当に何でもする覚悟ですか。ああ、妹が助かるなら。 そりゃ、なんだって。臓器ブローカーの存在をご存知ですか？え？はあ、聞いたことはあるけど、まさか。私から、そういう仕事をしている人間に、連絡を取ることはできます。ただその場合、手術費用とは別に、まとまったお金が必要です。 いくらだ？ 3000万。 quoi？ 用意できますか？ millions de yens？ うん、組長さん。 松重。 俺に金を稼がせてくれ。3000万、どうしても必要なんだ。やり方はお前に任せる。だから頼む、力を貸してくれ。松重、やり方は俺に任せる。 そう言ったな。はあ、初めからそうやって頭下げりゃよかったんだ。ねえ、ほんじゃ、これからは仲良くやりましょうや、組長さん。<笑>
purgatoire. Et je pense que c'est là qu'on va s'arrêter. Parce que ça va faire. ユミの妹ってのはアレスの水着で、おそらくは100億の共犯。そしてハルカはその娘だ。行方不明だったユミはあの子にだけは会っていた。ああ。ごめんなさい、キリュウちゃん。ちょっとお願い。あ、丁寧にね。セレナです。あの、兄貴ですか？シンジか。やっぱり、連絡取りたくて方々を回ってたんです。そうか。今どんな状況だ？実は、今、カズマのおやすさん連れて逃げてます。何？あの後、病院で手当てしたんですが、意識はまだ。でも兄貴、あの状況から見て、おやすさんを撃ったのは東城会のもんです。おやすさんの居所が知れたら、また狙われるかもしれません。今どこだ？信頼できる筋に隠れ家頼んでるとこです。落ち着いたらまた連絡します。連絡先はセレナで。いや、携帯を。OK、ben on va s'arrêter là。 Moi, je vais juste aller sauvegarder un coup là vite fait, hein. C'est là, je crois.Parce que Picoche, je suis fatigué. Et qu'il est 1h30 du mat. Voilà. Moi, je vous dis à plus tard.